宮崎県出身のピアノ弾き語りシンガーソングライター。九州を中心に音楽活動を行っている。1995年4月20日生まれ。3歳から母親にピアノを習い始め、小学校の頃から作詞作曲を始める。小学校4年から中学校、高校と8年間合唱部に所属。うまい棒にはまる。高校2年生時にみんなで歌おう。 夢に会いに行こうコンテストの優秀賞を獲得し、CM 出演をする。これがきっかけで音楽活動を始める。宮崎学園高等学校、南九州短期大学卒業。オリジナル曲の中の一歩一歩を自ら合唱曲に編曲し、合唱の名門宮崎学園高等学校、合唱部の定期演奏会にて歌われる。2013年、福岡にある、 音楽塾ボイスのオーディションに合格し、学習のペースで通う。同年、石崎秀ュの前座を務めた。南九州短期大学に在学中には、南九州大学の学園祭にも出演している。2015年4月19日に、初めてのワンマンライブを開催する。同年、東京の赤坂にて、ワンマンライブ開催。2016年、南九州短期大学。 英語コミュニケーションコースを卒業し、宮崎市在住で活動を続ける。九州を中心に活動するとともに、間渡り松子の下で、電子レンジ講師を務めた。2017年3月に、国立音楽大学附属中学校、高等学校の高校合唱部にて、自身のオリジナル曲、一歩一歩の女性合唱が、初演される。また、同月、音脳リトミックの資格試験に合格。 最年少、宮崎県内初の音のオリトミック講師となる。4月から、宮崎サンシャイン FM のラジオパーソナリティも務める。9月12日に自身が作詞作曲、編曲した一歩一歩の合唱版本が出版。10月からは、ラジオ番組、長吉愛とミュージックが放送スタート。2018年1月、公式ンクラブ、愛中、クラブが設立。 3月にオリジナル曲、一歩一歩が宮崎県立第一中学校の卒業式の歌となった。5月にジャズボーカリスト、アキコのオープニングアクトを務める。2019年3月6日、セカンドミニアルバム、IAMI をリリース。2020年オペラ、赤毛のアンキャストオーディションにて主役アンシャーリーに選ばれる。ミニアルバム、ありがとうございます。